ダンベルで鍛える腕トレ8目。まずはワンハンドアームカールで二頭筋を片方ずつ鍛えていきます。次はライングエクステンションで三頭筋の頂頭を狙っていきます。次はナローグリップカールで二頭筋の頂頭を刺激していきます。次はフレンチプレスで三頭筋にストレッチをかけていきます。次はインクラインカールで二頭筋にストレッチをかけていきます。次はワンハンドのテイトプレスで三頭筋を片方ずつ鍛えていきます。次はスパイダーカールで二頭筋を収縮させていきます。次はキックバックで三頭筋をパンプさせていきます。ぜひ試してみてください。